everyone! It's me, Chige-san! はい、今日も、一緒に発音トレーニングをやっていきましょう。今日は、日本人の方のすごくちょっと苦手な vowel っていうのを、やっていきたいと思います。簡単そうに見えてなかなかできてないっていうのが vowel になるんですけれども、実は、じゃん !vowel には2種類あります。long vowel と言われるものと short vowel と言われるこの2種類の vowel があるんですけれども、今日は、long vowel についてちょっとトレーニングをしていきたいと思います。というのも short vowel の方は結構皆さんできているので、この long の方がなかなかちょっとコツをつかめてないかなという方が多いので、こちらを今日は中心に練習していきましょう。まずは short vowel ですね。vowel、これは short ということで短い、短母音と言われるものになります。で、発音なんですけれども alphabet sound ということで、それが phonics ということは、結構いろんな動画で私言ってます。はい。で、発音が a、i、a、e、o というふうに phonics、はい、これ大人のフォニックス見てくださいね。こちらの発音が、short vowel になります。今日練習していくのはこちらの long vowel と言われるもので、こちらはアルファベットサウンドではなくってアルファベットネームになります。皆さんが ABCD というふうに言っているものになります。なので、A, I, U, E,O という発音になります。ただですね、簡単なようでこれは言えるよっていう方が実は言えてなかったりするんですね。こちらなんですけれども、日本語でカタカナで書くと結構棒線ってよく使うじゃないですか。例えばこれが音のイメージ伸ばしますよね。これ棒線なんですけれども、日本人の方はこの long vowel をこの棒線で読んでしまうことがすごく多いです。読んでしまうというか音を出してしまうことが多いですね。でもイメージ的には英語のイメージはこんな感じなんですよ。上がって下がってっていう感じの発音になります。例えば A ではなく A になりますし、 I ではなく I わかります？上がって下がるこの音のイメージ、はい、このように I A しっかり A ではなく A これを、音のイメージを今日は頭に描きながら音を出すトレーニングをしていきましょう。 Youちょっと長めに音を取るので、これは長母音と言われています。ただただでも長母音で長く言えばいいってものではないので、って長く言うんではなく、A, I, U, E, O というふうにしっかり上から下に、この音のイメージが長母音になりますので、O ではなく、O というふうに今日は、上から下というふうに音のイメージを、やっていきましょう。これをするだけでもかなり英語の発音になりますよね。イメージではなくイメージね。はい、このコツなんですよね。この音のイメージのコツがつかめるととっても音が綺麗になります。これが本当に分かっているようで、なかなか身についてない人が多いので、今日は一緒にトレーニングをしていきましょう。まず、short vowel と long vowel の見つけ方ですよね。違いはこの音のイメージなんですけれども、文字で見る限りでは一緒なんですね。A は E だしっていう感じなんですけれども、どうやってこれは long なのか short なのかって見分ける方法なんです、これが。3つです。まずは silent e。 これはですね、まあ最後に e がつくとその前の母音の音がアルファベットネーム、例えば a になるというルール。
で、number two が double vowel と言って、母音が2つ揃った場合、例えば A と I が揃った場合は、1つ目の、母音をアルファベットネームで読んで、2つ目を読まないというルールがあります。これをダブル母音です。A というふうに rain とかね。はい、読みます。こちらの2つはもうすでに、動画が出ておりますので、ぜひその動画で、より詳しく、今日も今からね、少しトレーニングはしていくんですけれども、より詳しく知りたいなという方はぜひ動画を見てください。そして number three が vowel で終わる単語になります。例えば、go とかそうですよね。go あの行くの go ですね。これを go という方が多い。実はこれは、long vowel になりますので go ではなく go になる。はい。というふうに、one, two, three。これが見分け方になります。まあ、知識よりもね、練習が一番大事だと思うので、今日もまた一緒に練習していきましょう。まずは、サイレント E。はい。知ってる方は復習、知らない方は動画を見てから、こっちでもいいし、こっちをやってから動画でもいいです。はい。一緒にやっていきましょう。まずは、cut。k, a, t, cut。この真ん中の音は、ショートバウで、あと発音し、cut, cut になります。で、ここに、サイレント E、E がつくと、ここが、アルファベットネーム、つまり、U という発音になります。で、サイレント E なので、E ちゃんは、silent, shh, 発音しません。なので、これで、cute, cute。というふうに発音します。少し長めに音をとっているの分かりますか？キュートではなく、キュート。キュート。はい、音のイメージ大切です。キュート。では、二つ目いってみましょう。ム、エッド、マッド。怒るですね。マッド。はい、この A は、ショートバウで、ム、エッド、マッドですね。マッド。で、こちらが long vowel になって a, a になります。なので、m, a, d。で、最後の e は発音しない。ということで、made, made、make の過去形ですね。made, made, made, made ではなく made, made。しっかりここのこの上から下の、発音イメージを心がけてやってみましょう。made, made。できましたか？では、二つ目の、double vowel ですね。double vowel。このように二つ vowel が揃うと、一つ目の vowel がアルファベット、一つ目のアルファベット、vowel がアルファベットネームになって、二つ目が言わないよっていうルールでした。はい。こうですね。こうですね。はい。というふうに、二つ目を読みませんよ。これはまあ、サイレント E も入ってるんですけどね。こんな感じです。はい。これだけちょっと特殊なので、また説明しますね。はい。まずは、meet。meet。E の発音なので、meet ではなく、meet。meet。上から下、上から下、心がけてください。meet, no, meet, meet. はい、そして次、eat, eat なんですけれども、これが結構短く言っちゃう方がすごく多くって見てると、eat, eat ってなると、こっちの it になってしまうので気をつけてください。しっかり long vowel で long な音を取ってください。eat, eat, eat じゃなくて eat, eat。はい、こちらも上から下の音のイメージで言ってみると、頭に結構このイメージを出すとやりやすい。で、それでもやりにくい方は手でこうやってね、eat。eat ってしばらくね、手でやると、手とこの口の動きっていうのは連動してるので、すごくいいです。子供たちとかには、この t とかも、ツッツッツッ
して払わせたりとか、手を使ってよく指導して音を定着させていく方法をとってますので、ぜひ大人の方も、まあね、外に出てやってるとちょっと変な人なんですけれども、家でやるときはね、こうやってずっとやってると結構身につきやすくなります。はい、では次行ってみましょう。これはレ、A、うん、で、rain、rain ですね。rain じゃなくて、rain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 。違いわかりますか？上から下です。こちらも、I、I ですよ。I じゃなくて、I、I、pie、pie という発音になります。そして、b、oat、boat、boat ですね。これも、ボート。カタカナで書くと、ボーって伸ばしちゃうところが特に気をつけた方がいいかもしれないですね。boat、boat ではなく、boat、boat。はい。線にならないように気をつけてください。boat、boat ですね。coat とかもそうですね。coat。着るコートとかもね、一緒です。はい。ここがちょっと引っかかりやすい。日本人の方にとっては引っかかりやすいところかなと思います。で、こちら最後なんですけれども、O と O が合わさると音が変身します。こちらだけちょっといつものルールとは違うんですけれども、O と O がこうダブルになると、う、う、もしくは、うーうーという長めの音、もしくは短めの音、どちらかになります。はい、これもうーで、バウサウンズになります。で、ルウーム、ルーム、ルーム、これも上がって下がってるの分かります？ルームではなくルーム、ルーム。はい、これもしっかり上がって下がるっていう風に発音するととっても綺麗になります。 room 言ってみましょうか。 meet、 eat、 rain、 pie、 boat、 room。 はい、こちらが double vowel になります。3つ目、はい、これがね、すごく簡単だからみんなすっ飛ばかして、すっ飛ばかして、すっ飛ばしてしまいがちなんですけれども、すごく大事なんです。はい、3番目のルール、バウで終わる単語です。go とか me とか he とか she とか、これ今日本語読みで私言いました。go、me、he、she。いまいちなんです。で、これを綺麗な英語の発音で読むには、また上から下の音のイメージで寄っていきましょう。go, go, okay, go ではなく go, go, me ではなく me, me, for me, for me, with me, with me。ね、上から上がる、そんな感じです。上から上がる、上から上がって下に下がるですね。で、 he ではなく he、 he、 long ですよ。 he drinks milk、 he drive a car、 OK、 he drive a car ではなく he drives a car、 he drives a car、 OK、 he、 he 伸びてください。で、同じです。 sheShe, she writes a letter. She writes a letter. Okay, she, she, she ではなく she, she writes a letter. She writes a letter. というふうに、long, long, long, long 音のイメージは上がって下がる。Go, me, he, she.というふうにやってみてください。この go とかもね、ほんと I go to school よりも I go to school。この違いになります。ぜひ綺麗な発音を手に入れてみましょう。それでは皆さん、Are you ready? 皆さんの番です。そう、練習してみましょう。では皆さん、こちらを読んでみてください。このところは音を長く取るところです。はい。
長く取るところ、long vowel ですね。で、ちょんちょんって書いてあるところが、見えるかな？ちょんちょんって書いてあるところが short vowel になります。ちょっともうちょっと太くしますね。はい、こんな感じです。で、この長母音と短母音をクリアに違いがはっきり、分かる感じでしっかり発音できるとめちゃくちゃ綺麗な音になるので、もう大げさぐらいにちょっと変えてみると練習にはいいと思います。はい、どうぞ。言ってみましょう。I eat peaches every day. I eat peaches every day. Day. わかります? Every day よりも every day よりも every day よりも every day. Day. はい。I なくて I ね。I eat peaches every day. はい。という感じになります。では次。では次こちらです。はい。言ってみてください。いけましたか?ちょっとこのね、ダイエットっていうのはさっきのね、ダブルボーインのやつとちょっとルールがちょっと変わってしまうんですけれども、フォニックスもね、だいたい全部がフォニックスで読めるかって言ったらそうではなくて 70% くらいにはなるんですけれども、こういうね、たまに違うのも入ってるんですけど、do I it? Do I? ここが long vowel になります。はい。という風に、ちょっとね、変わる時もあるので、まあね、ほとんど 70% の方が多いから、そっちでやった方が得かなっていう風に私は思ってます。はい。さあ、ではやっていきましょう。I go on a diet. ここが on a で、ひっつけるところですね。まあ、on a ってわざわざ言わなくてもいいかなっていうところなんで、on a, on a。I go on a diet. Diet.Diet. はい。I go, ここもね。I go on a diet. I go on a diet. さあ、いかがですか?皆さん、大丈夫かな?三つ目は、じゃん。こちらです。はい。こちらもちょっと皆さん先にやってみてください。どうぞ。言えた?言えたかしら?言えたかしら?He paints the leaf green. もうね、なんかここら辺がすごく痛くなる。ゆっくりゆっくり、しっかりね、トレーニングしてると本当に筋トレと一緒。私、これ持論なんですけど、フォニックスとか発音とかすごく練習すると、なんか顔の周りの筋肉めちゃくちゃ使うじゃないですか。だから小顔になるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってます。なるかどうかわかんないけど、思ってます。思って練習してます。一石二鳥と思って練習してます。はい。He paints the leaf green. しっかりできます? He 伸ばしてくださいね。Paint, paint the leaf, leaf green. だからここの、こういうところはもう短く。He paint the leaf green.っていう感じで、もうね、ザーとかアーとか皆さんすごく気にするけれども、音としては、He paint the leaf green っていう風に、前に出したシラボーさえできれば、そんなにね、シラボーがちょっとザがなければずれてくるから、ちょっと音が変に聞こえるぐらいなんですよ。なので、なくても別に伝わりますので、音はあんまり言わないっていうことは、なくても伝わるという風に、私は、解釈してるので、まあね、シラボがずれるとちょっとなんか感覚がおかしくなるっていうぐらいのものなので、そこまでね、初心者の方は気にしなくていいと思います。で、シラボの練習してるとだいたい音も取れてくるし、リズムも取れてくるし、こういう風に、どん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 英語もね、英語力も上がっていくと、後でどうにでもできるかな、修正できるものは後でいいかなっていう風に私は思います。はい。はい。じゃん、次は、もうね、ヒントが書いてないので、みんな自分でちょっとね、気をつけながらやってみて。Ready? Go! できた?できた ?2 回3回できた?じゃあね、ちょっと見ていきましょう、一緒に。
まず、あ、ペット。ここは、ショートバウルですね。あと、ペット。おー、ロング。meets an ant on the train。 はい、いかがでしょうか？大丈夫かな？ on a train、 yes。 では一緒にやってみましょう。 a pet meets an ant on the train。 まあね、イメージすると、いやもう本当に不思議の国のアリスかっていう感じのものにはなるんですけども、音のリズムでちょっとね練習してるので、こういうね世の中には絶対起こり得ないものでも練習します。はい、いっぱいショートバウルとバ、ロングバウルが混ざってるので、こういうのを混ぜて練習するとすごくいいと思います。はい、 A pet meets an ant on the train。 A pet meetsAn ant on the train ですね。はい、言えました？はい、これも一緒に見ていきましょう。まずは I hope。 はい、これサイレントいいですね。よいしょ、こうですね。あ、ロングバーを抜かせた。 I hope I can speakですね。I hope I can speak。 伸ばしてください。In、 あ、違う、ごめん、こっちだ。English。 I hope I can speak English。 これが身についたらスピードをつけて言うことができます。I hope I can speak English。 I hope I can speak English。というふうに、しっかり、こうね、綺麗な発音になれます。はい、なれます。ただ、最初はやっぱりスピードをつけるよりも、しっかり音のこの感覚をしっかり体につけた方がいいので、ゆっくり、で、徐々に速くスピードをつけて言うことをおすすめします。早く言いたいばっかりに、こうね、言っていくと、本当に、いらん癖がつきますので、もういらん癖がついた後にその癖を取り除いてまた入れるのめっちゃ大変なんですよ。特に大人の方も本当に多い。もうね、80%、90% がそんな感じです。子供はまだ発音がね、こう、まだ日本語もあんまり確定してない時とかもあるので、こう綺麗にね通ってくれるんですけれども、癖がないから。でも大人はもう癖があるから、文字に対する文字認識も強い上に、もう本当に癖がいっぱいだから、もう今は焦らずゆっくり体にこの身につけてほしい。それで身についてきたら少しずつゆっくりスピードを上げてほしい。もうそうすると絶対に綺麗な発音を手に入れられますので、ぜひ頑張ってみてください。今日の動画が役に立ったという方は、ぜひグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録していただけたら、また次もね、発音をやろうと思いますので、一緒に楽しんでいきましょう。それでは、I will see you next time. Bye bye. Have a great day.